ていくんですね。そうですねそれ。やっぱ山田孝之との出会いというのは大きいですか。もう、うん、あの、あ本人の前では、い、ですけど、はい、むちゃくちゃでかいですね。うんそれはどういう、ばり、意味で、こう、違いだとか。初めてプロデューサーとして、同じ目標を持ってる人に会ったんですよ。はい、で、山田さんが、僕。と初めて会った時に、はい、一緒に仕事をするんだったら、一つだけ条件がありますと。はい、伊藤さんの、持ってる情報とか、予算とか。 全部オープンにしてくださいって言ったんですよああ全て教えてくれとそうその代わり俺も学ぶしうん、うん、でより良い方法を一緒に考えられるしみんなで勝つってことをチームで,できあのやりたいと言ってくれてなるほどいわゆるその映画界のお金ってものすごい大きなお金があるんで、はい、どう細かく何に使われてるかが見えないわけですよね、はい、そうですその部分を全部教えてくれとそう,うんで 適材適所にどういうふうに予算分配した方がベストなのかとかっていうのを一緒に組み立てながら新しい作り方を目指しませんかって言ってくれてそこに仲間を集めようって言ったそれもうまさに僕が起業した時と一緒の考えだったんですよ。はい、それであのあこ,この人ととだっっったらずっと一緒にやってけるなって僕も思いましたし。はいはい あのただそれが僕も初めてだったんでそういう人が会ったのが、うんうん、もう嬉しすぎてあんまりこう言えなかったんですよそういうことが山田さんにああ自分の思いを言ってるんですかそう,でそうですそうですでもだん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 仕事をやっていくうちに喧嘩もあったりとか、はい、あのいろいろあって。 なんか自分の言いたくないこともそれぞれ言い出したりとか相談し合ったりとか将来の夢を語ったりとかしていくうちにはい、あもう確実に一緒のところを目指してるなっていうふうに思えたっていうのが一つと、うんうん、あとはやっぱりこう天才だとは思うので、はい、彼が、はい、あのやっぱりなんでかなってずっと僕なりに研究してたんですけど、はい、何がすごいなって思ったかっていうと。はい あのノーペインノーゲインあとで DVD をお届けになって是非見ていただきたいですし、うん、あの見た方は思い出してほしいんですけどあのレイアのドナイトのラストシーンであの山田さんがそのナナちゃんっていうあの15歳の役を自らその役を一から作り上げて、えー、清原果耶さんという方に演じてもらったんですけど、うん、まあすごいあのまあ 思い入れがああっったた役でもあったんでもんすけど、はい、ですごく最後、えー、と作品としての最後のシーン奈、あのーまあ、々ちゃんがこうどういう、まあ、作品としてのテーマをまあ一括りで表すシーンがあるんですけど奈々、うん、の気持ちになってみるって言って、うん、その最後のラストシーンのロケ現場に入ってすっと座って奈々にひげ、まあ、も生えてますしあれなんですけど奈々になってみるっていうことをしたっていうシーンがノーペインでもあると思うんですけど、はい、あの時も。 一瞬ですっと涙を流して々、はいね、の気持ちに共存して、はい、その気持ちを作って々にアドバイスをしたいということを後で言ってたんですけどすごいなと思いましたね。あ,、まあ、あそこは天才的ですよね役者としてねやっぱりそれぐらいすぐにその役とか感情とか感性を自分に浸透させる方なので。 多分一本一本なのでいろんな人の人生をい生きてるんでもう何十回人生を、うん、いろんな人の人生を自分自で生きてるかっていうことがあるんで、まあ、僕らが思いつかないアイディアとか発想とかうん、うん、あともう僕らがごちゃごちゃ考えることも、はい、やっぱりいろんなその脚本に向かい合うにおいて。 監督もそうだしその作品として役が物事に向かい合うとか色々いろ、あのーはいろやってきてるのでは早いですね判断がじゃあプロデューサーとしてそのコンビとしてもやっぱりまあやりやすかったというか志が近い関係性めちゃめちゃやりやすかったですしやっぱりこう、まあ、今回もそうなんですけどやっぱりミスって誰でもありますしうんやっぱりなんていうんでしょう。しょ がないとミスしたくてする人なんていない、うん、わけじゃないですか、はい、でもやっぱりチャレンジし,して、えっとうん、ミスした方が何もしないでミスった、うん、ミスる方がもう全然良くないよねみたいな話もよくしてて、うん、なんでまあそういう時こそどう次の一歩をあの踏み出すか自分として現場でもそうですし、うん、作品でもそうですしなんでそういうことをよく話してますね。うんうん